こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です世界一周しながら副業サポートをして暮らしています今日はねここで自己紹介まあ、今日は、ね、1月1日まあ、2019年の年明けなんですけどまあ考えてみればね約30年前というか29年前、ねえー、アメリカに行ってまあ、世界を旅行しながら暮らしたいなと 足がかりにしようと思ったわけなんですけど、まあ、全然、えー、ダメと、ねえー、結果的にはカジノ通いだけして借金こさえて帰国しました、まあ、それから29年経っては世界を旅行しながら生活できるようになりました、まあ、現在は旅行しながら暮らしていきます日本にいるのは1年のうち2ヶ月から6ヶ月間ですそしてね29年と今何が違うか、えー、相違点は7つ 1>, 1番、アマゾンの登場により国をまたいだ転売が簡単にできるようになった。2番、インターネットの比較サイトの登場により安い航空券を手に入れやすくなった。3番、エア BNB の登場により安く宿泊できるようになった。4番、ウーバーの登場により安く移動できるようになった。5番、Google マップなどの 地図アプリの登場で街歩きがしやすくなった6番日本のパスポートでビザなし入国できる国が190カ国になった7番英語が少しできるようになったこのうち1から6これは私が何かしたわけじゃなくて世の中が勝手にこう変わったと環境が良くなっただけ私がやったのは英語が少しできるようになったことだけつまり勇気とわずかな頑張りだけで 世界中どこでも暮らしていくことが可能な時代になったわけです。まあ、これは人類史上初だと思います。まあ、前回の旅行は昨年の8月1日から11月1日までヨーロッパとドバイの旅行をしてきました。ねまあ、ロンドンから入ってヘルシンキエストニアストックホルムアムステルダムでフランスに行ってポイアックマルゴボルドー でフランスのバスク地方、それからスペイン入って、スペインバスク、ねえー、ビルバオ、そしてフランスに戻って、ニースの、えー、隣町、そしてモナコ行って、パリに行って、その後ドバイに寄って、アブダビによって日本に帰ってきたと。ねまあ、その他何が好きとかね、ワインが好きとか、まあどんな好きなお店とか書いてありますけど、 まあ普通というかね、単に食うのが好き、飲むのが好き、そしてまあ29年前はまあ不動産の仕事をしていました。その後ね、不動産の仕事で独立しようと思ったものの、リーマンブラザーズショックでまあ資金調達もうまくいかなくなり、趣味でやっていた物販を本業にしたと。 311の震災の後、まあ、物販で自分で売るのを中心じゃなくて、人に教えるのを中心にして、そしてで、ねえー、オーストラリアに渡り、まあ、現在は旅行しながら暮らしていると。本当ね、えー、改めて思うと、このインターネットで稼ぐというのがなかったら、今の生活もできてませんし、インターネットのおかげで出てきた、まあ、これら Amazon、ね、あるいは Airbnb、Uber、Google マップというようなものがなければ、 ね、今の生活はできなかったわけですけど、もうこれがね、もう私ができてる以上、まあ、他のね、誰でもやろうと思えばできると、まあ、実際これはすごいことだなというのをね、えー、新年の目標なんかを考えるにあたって、まあ、今自分の状況をね、考えてみると、いや別にこれをこうしなきゃいけないというね、えー、大、ね、復に対する不満というのは特にいないんでね、まあ、逆にこういう、えー 自由に、ねえー、好きなことをしながら暮らしていきたいという人の、ねえー、役に立って、なおかつそれが、まあ、私の、ねえー、生活の糧になるというのを、ね、今後も続けていきたいなと思って、まあ、ちょっと自己紹介を、ねえー、新年のご挨拶に変えてさせていただきました。まあ、何それ、すごい興味あるよという方は、ね、こちらにメールアドレスとお名前を登録して、えー、登録するボタンを押してください。 その私が教えている、そして稼いできたやり方、Amazon 輸出のメールセミナーを無料でお届けします。では、ご登録をお待ちしています。以上テンバーアカデミー堀秀夫でした